クリストフ・ルメール、クリストフ・パトリス・ルメール、クリストフ・パトリス・ラメア、1979年5月20日イ、は、フランス生まれの日本中央競馬会、JRA 所属の騎手、京都府京都市在住。2017年に外国人騎手として、初めて JRA 全国リーディングジョッキーとなった。ミドルネームのパトリスは、 フランスの障害競馬会で名を馳せた父親の名前から取った。香港における名前の中文表記は、李氏の部下。父、パトリスの勧めにより、競馬学校ではなく一般の高等学校に進学し、学校が休みの週末に厩舎を出入りすることで、機場技術を磨き、高等学校卒業後の1999年に、フランスの騎士免許を取得し、機場開始。フランスで、 競馬学校を経由せず、機種になるのは、障害機種ではよく見られるが、平地機種では、稀が例である。2003年にフランスリーディング7位、同年のフランス G1 パリ大賞を制するなど、順調に実績を積み重ねている。2002年より、JRA の短期免許制度を利用し、中央競馬でも騎場を開始している。詳細は後日。 2006年のドバイシーマクラシックでは、ハーツクライに帰乗し優勝した。また、サンクルー大賞ではプライドに帰乗し、最強と目されていた、ハリケーンランを破った。2008年、サンタラリ賞連覇を達成。2009年、5月10日にプールデッセデプーリッシュを、帰乗契約を結んでいる、ジャンイコールクロードルジェ旧所属のイリューシブウェイブに、帰乗して制し、 翌週の5月17日に行われたサンタラリ賞第4競争をルジェ級者所属のスタセリタでイスパーン賞第5競争をルジェ級者所属のネバーオンサンデーに起場して制し同じ級者所属場で G1 競争3連勝を達成し同時にサンタラリ賞3連覇も達成した2010年のシーズンからそれまで主戦を務めていたクリストフスミヨンに代わり アーガーハーン4世所有馬のフランスにおける主戦を任されることに決まった。それに先駆け、2009年のエリザベス女王杯でシャラナヤに起場した結果は4着。2002年より短期免許制度により中央競馬でも起場を開始。当初は中京や小倉といったローカルを中心に活躍。毎年好成績を残しており、 GI での起乗も2004年のダンスインザムードで天皇賞、秋、マイルチャンピオンシップともに2着、コスモバルクでジャパンカップ2着、2005年の大和メジャーでマイルチャンピオンシップ2着、ハーツクライでジャパンカップ2着するなどの実績を残すも、中央の重賞勝利には恵まれていなかった。しかし2005年の有馬記念でハーツクライに場すると、 これまで追い込み一辺倒であった同馬で先行するレースを見せ、同年の無敗の三冠馬ディープインパクトに初めて土をつける大仕事をやのけ、初重賞勝利を GI で飾ったと同時に、オリビエ・ペリエから続く外国人騎手による同競争の連勝記録を4に伸ばした。2007年は一度目の短期免許期間中に統一ジイプニーの川崎記念をバーミリアンにして 二度目の短期、免許期間中の12月15日には、愛知杯をディアデラノビアに起場して制した。この勝利で、外国人機種史上4人目となる中央通算100勝を達成した。2008年も二度短期免許を取得し、二度目の短期、免許期間中の11月16日に行われた、エリザベス城杯では、リトルアマポーラに起場し優勝。 さらに12月7日に行われたジャパンカップダートでは、バーミリアンを選択した、主戦機種の竹豊に代わって、金引きりに起乗し、優勝、後に部は負傷し、バーミリアンも乗り代わり、中央競馬 GI の勝利数を3に伸ばした。2008年12月29日から2009年1月28日まで、地方競馬の短期免許を取得した。所属級者は、 船橋の川島正幸旧社となる。これで東京大商店と川崎記念に起乗可能となり、実際、金引きりで東京大商店と川崎記念ともに勝利した。2009年も1月と11月に短期免許を取得し、短期免許期間中に4度海外渡航、行き先はドバイ、香港市、アースリビングに起乗して UAE1000 ギニーと、 UAE オークスで2着となっている。12月5日と6日の2競争で、ソウル妨害による公着となり、12月12日から12月26日まで、開催5日間の帰場停止処分を受けた。このため、香港国際競争には帰場できなくなった。なお、12月8日の香港機種招待競争は、帰場停止期間外のため、予定通り香港には渡航している。年に、 戦術のアーガーハーン4世との優先起乗契約を打ち切られる。フランスでの競馬に対するモチベーションを維持するのが難しくなり、日本への移籍を望み、JRA 騎士免許試験の受験を決意した。2015年、JRA の騎士免許試験を初めて受験し合格。同時に合格したミルコデムーロと共に、外国人として初めて JRA の通年免許を取得した。 なお、フランスギャロは他国との二重騎士免許を認めていないことから、フランス騎士免許を返上した。2015年2月27日、調整ルームでツイッターを使用し、JRA 通年免許取得後のデビュー戦となった3月1日の阪神競馬場で、騎乗予定の6案はすべて乗り換わり、3月1日から3月30日まで30日間の騎乗停止となった。 そのため、実質的なデビューとなったのは、同年4月4日5日の起場であった。その5日に遺跡後初勝利が、重賞、大阪杯制覇であり、デムーロも遺跡初週に、半球杯を制覇しているため、両名とも遺跡初週に、重賞制覇デビューとなった。現在ツイッターは再開している。2016年9月11日、JRA 遺跡後初めて、 フランス競馬で騎乗。フランス GII に L 賞で馬カ引きに騎乗。結果は5等立て1着。10月2日、外線門賞でも馬カ引きに騎乗したが14着だった。11月6日、東京競馬 10R でモズライジンに騎乗して1着となり、11月5日の東京競馬 10R から騎乗機会10連続連隊を達成し、 これまでに4人が記録していた9連続連隊を更新する新記録マークした。さらにこの日、最終 12R をペプチドーヘッドで制して1日発祥をマーク。2002年12月7日に竹豊が阪神でマークした JRA 最多タイ記録に並んだ。2017年、ビクトリアマイルから東京優秀。 日本ダービーにかけてオーペリエ以来となる GI3 週連続勝利を成し遂げた。騎乗馬はビクトリア・マイルがアドマイアリード、優秀品馬がソウル・スターリング、東京優秀がレデオロ。JRA 年間勝利数は最終的に199勝を挙げ、外国人騎士として初めて JRA 全国リーディングジョッキーに輝いた。2018年、 王歌賞をアーモンドアイに起乗し優勝。この勝利により、竹豊、エビダーマッサヨシに続き JRA 主催の、ン馬限定戦 GI、阪神ジュベナイルフィリーズ、王歌賞、優秀ン馬、周華賞、ビクトリアマイル、エリザベス女王杯の6レースの完全制覇を達成した。また、優秀ン馬も同じコンビで制し、同日迎えた39歳の誕生日に花を、 添えている。10月14日の週刊賞も同じコンビで制して、同一年の品は三冠騎手となると、返す刀で、菊花賞、フィエールマン、天皇賞、秋、レーデオロ、JBC スプリント、グレースフルリープを制し、史上初4週連続 GI 制覇を成し遂げた。11月25日のジャパンカップを再び、アーモンドアイで制し、JRA 騎手としては、 最多の年間 GEI7 章を達成した。JRA 短期免許のみ、成績は2008年終了時点。金額の単位はユーロ、金額の単位は円。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。